日本栄養給食協会の社会の出来上がり動画が作られました。まあ、当初、入江さんね、裏方でいろいろこう、ダンディングしてもらいましたけども、その時の思いとか、どんな思いですか？日本一っていうのをね、最初に聞いたので、って思いましたけど、私やっぱり日本一を目指せるっていうチャンスをいただけたことが、本当に今回はラッキーだと思っているので、できるだけのことをやりたいっていうのにすごく思いました。傍から見て、スタッフワークを見てて、やっぱりシャカのメンバーもすごく練習をしたりとか、家の中で練習したとか、すごくやっぱ努力をしているので、私は今回あの応援隊長っていうことで画像にね残って YouTube で配信されるってすごくやっぱり大きなことだったので、まあ、お昼休みとかにもあの動画の練習をしたりだとか、でもあのダンスに出ない職員とかもね、ダンスを覚えたいんで一緒にやってくださいなんて言って出てきたりとか、こう楽しく、はい、絆も深まりながらそれだかなと思います。私シャカを毎日ここのところ必ずもちろん聞いてるんですけど、何回聞いてもこう込み上げてくるんですよね。あの船長が初めてシャカを聞かせていただいた時も、あの時も込み上げちゃったと思うんですけど、何回聞いても込み上げて、私たちやっぱりもう朝早くから遅くまで、365日必ずお食事を出すっていうのが会社のお仕事なので、本当にお食事を安全安心に出し続けている、そしていただきますとごちそうさまにどれだけ救われてきたかなっていう、なんかこうそれを思うとすごい毎回こういうのが来ちゃうし、弊社の社会でですね、世界中の方にハッピネスを届けたいと思います。応援よろしくお願いします。